初期状態バラバラにした状態。ルービックミラーブロックスはルービックキューブの系統に属するメカニカルパズルである。キューブを構成するピースの形状が一つ一つすべて違うため、回すたびにキューブの形状が変わる。各ブロックは色分けされておらず、シルバー一式のみである。発売元はメガハウス。大きさは57、57、57ミリメートル。 交換用のシールが販売されており、シルバーとゴールドの2色が用意されている。ミラーブロックスは、竹地秀俊によって2006年に考案され、同年のパズルコンペションに出品された。最初は、バンプキューブという名前であった。日本では2008年10月にメガハウスから販売開始。2015年7月には、通常のルービックキューブのように、面ごとにシールの色が異なる。 ルービックカラーブロックスというバリエーションも発売された。バラバラの状態のブロックを立方体の状態にすれば完成。専用の攻略書は存在しない。一般的な333の6色のルービックキューブが色を基準に解くのに対し凹凸を考慮に入れる必要があり、多少専用の解放が求められる。ありがとうございます。